皆さんこんにちは、栄養士ダイエットコーチの吉田理恵です。私のこのページを見てくださってありがとうございます。なまっちゃった、ごめんなさい。なまっちゃったですよ。はい、まあね、このページでね、初めて私のことを知ってくださったという方もいらっしゃるかななんて思うので、自己紹介させてもらってもいいですかね。はい、さすがください。はい、私吉田理恵、東京都在住なんですけども、福島県いわき市出身でね、22歳の頃だったかなに上京しました。まあそこからね、まあ飲食店で働いたり、専門学校行ったり、まあ舞台女優やったり、日本舞踊踊ったり、まあいろんなことをね、まあ、してきたわけですが、まあダイエットのね、こうお話をさせていただくと、まあ本当に思春期の頃から20代半ばぐらいまで、もう今より10キロぐらいパンパン、今より10キロ以上重かったってことね。うん、パンパン太ってたってことか。日本語は変でした、ね。すいません。今より10キロぐらい太ってたんですよ。はい。で、パンパンで。まあ、ただね、こう女優になるのに、こう、デブはダメだみたいなこう思い込みがあったので、まあ、ダイエットをして、まあでも、食べないだとしたので、もうどん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 食べれなくなってしまって、で、もう最後の頃は、本当に食べることに罪悪感がありすぎて、朝は、コーヒー飲み、昼はスムージー飲み、夜はもうドカンと食べるみたいなね、もう3食食べない生活を結構長年してましたね。でもやっぱり人間なので、そんなさ、ずっとあれなわけですよ、ずっと我慢なんかできないから、時々やっぱりお菓子とかね、そういうの暴飲暴食とかしちゃって、まあそういうね、まあいろんなことを無理してきたせいで、まあ、自律神経失調になってしまってね、本当に大変な思いをしましたね。本当に食べれない時っていうのは、食べたら出せばいいみたいな感じで下剤乱用とかもして、まあ、本当にひどいかったんですよ。ひどかったんです、だっぺよって感じです。なんですけども、まあね、今普通に食べれるようになって、まあ、精神的にもまあ、ね、安定して、まあ、体も元気になってという感じなんですが、まあ、きっとね、これを読んでくださってる、ね、見てくださってる方の中には、過去の私のようにね、もうなんか全然ダイエットしてもリバウンド繰り返しちゃうよとか、もうなんか食べることに罪悪感があるんだよとか、何やってももう私ダメダメダメとかって思ってる方いるかもしれませんが、ね、安心してください。すごくひどかった私でも生まれ変わりました。はい。ね、なんかちゃんと食べれるようになると、こうなんでしょうね、ちゃんと心も体も健康になって、自分に自信もついて、ね、とっても人生が変わっていきます。楽しくなっていきます。ね、で痩せるとね、好きな服も着られるし、ね、いいですよね。まあ、そんなこんなですが、簡単な私の、ね、こんな自己紹介っていうか、なんかセールス的な、ね、感じになってしまいましたが、まあまあ、お一人で悩まずね、こう、もし悩んでいらっしゃるのであれば、もうぜひぜひね、私に会いに来てくださると、めっちゃ嬉しいペッです。はい、ぜひぜひ会いに来てください。ね、ね、このね、鉛と、どうしゅ、どうでもいいような、なんか私のトークのこの動画をね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。じゃあね、一人で悩まないで来てね。バイバイ。またありがとう。